だから怖かったから、ウイキロサンダルやめたんだよ、これだって。絶対踏まれると思った。盗めるって、盗むこと絶対その内容だったので、まあ、盗むなっていうこともあると思うんですよ、前提として。盗まないでねっていう。で、一番最初に、まあ、皆さんにとって身近な盗むって何だろうって思ったら、まあ、お財布なの。なんかただ持って帰るのだとなんか作る側もなんかそんなにテンションが上がらないんじゃないかなと、やっぱ見る側もなんかそんなありがたみなく持ってっちゃうと思うんですけど、なんか盗めるってやるとやっぱこれ絶対欲しいみたいななんか気持ちがすごい入んのかなって、まあ疑似的にですけどなんかちょっとリスクを背負うっていうか、だけど欲しいみたいなことがあって、そこの関係性がやっぱ面白いんですよね。